なんだ？首を返して。
ないでって感じたよ。こんな人形。待てよ。許せない。絶対。なんだよ。こん、うん、なんだよ。何口に入れて、血の味って、お前。これ白崎、これ白崎じゃねえか。なんで誰がこんなこと。誰だ。許さねえぞ。死にたくない。死にたくない。殺される。食べられる。あいつが追いかけてくる。もうすぐ。きっと捕まる。この遺書を読む人がいたら、あいつを裁いてください。私を殺して食べたのはクラスメートの死ぬまです。Thank you.
くれ。お前らの事件についてはよく知らねえけど気の毒だったと思うよ。だけどな、だからって誰から構わず呪いまき散らしたところで何になるって言うんだ。こらダメよ、プロセちゃん、話ができない。あなたたち、これを聞いて。出来事はもう終わったわ。大好きな大好きなご両親のもとへ旅立ちなさいね。いい子だから、その子を鈴本さんを話してあげて。ダメ、やめて。嘘だろ。マジで頭しろ。棚が軽くなってる。痛い。先生、本気で生徒のことを心配してるのかい？当たり前でしょ。たかが他人の教師だろ？親でもないくせに。親みたいなものよ。私も如月学園の他の先生方もみんなのご両親にも負けないくらいあの子たちを愛してるわ。バカにしないで、教師を。それよりも答えて、私の生徒たちが他にもここに連れてこられているのは本当なのね。聖者の魂が同時に増えたのに感じたか。いるよ、な、先生を含めて9人くらいだ。うっ、痛い。右腕が折れてる。それにこの血、棚に入っていた刃物を背中や腰に刺さって気を失って、逃げ
心配すんな。さっきまで一緒だったんだろ。すぐその辺で会えるって。やだやだ、あんな死に方したくない。あんたも見たでしょ、エミの死体。頭がきっとあいつに殴られたのよ。思い出させんなよ、頼むから。みんなどこ行ったんだ。あれ、見て見て、袋井、廊下が。廊下が嘘、伸びてる。なんだあれ。そっちじゃないよ、こっちだって。ほら、廊下なんか、こっち来るぞ。もしもし。助けてくれ、助けてくれ。ナオミ、ナオミなの？返事をしてねえ。お母さん、
聖子、わかんないよ。一緒に寝ようって言ったのに。自殺するってどういうことよ。何があったの。何を見たの。お気の毒に。あなたは。私はここで死んだ幽霊です。お気の毒って。お友達は触れてしまったのです。あれ、この学校そのものを縛りつけている恐るべき呪いです。その呪いに触れた者は精神を侵され、心を守るために突発的に防御反応が起こって自害を選んでしまう人もいます。人によっては錯乱状態に陥ったり、何の予兆もなく突然周囲の人に危害を加えたり、症状は様々ですが。そんな。お友達が亡くなった今、この学校、この空間で生きている人間はもうあなたしかいません。嘘。あなたはこのまま死ぬまで一人ぼっち。携帯、聖子たちの番号入ってるんだ。いつも強気なナオミさんらしくないぞ。私そんなに強くないよ。聖子おや、誰か助けて。偉いぞ。よく泣かなかったな、ユカ。ユカ、泣いてないんだもん。ここに連れてこられた生命エネルギーは全部で9個だ。9つの魂がさっき入ってきた。俺に、ユカに、ナオミ、ヨシキ、篠崎。先生、篠原、鈴本に森重、あの場にいた全員か。くそ。お姉ちゃんたちみんなこの学校にいるのです。いや、今言ったように多重次元にチリチリになっている。同じ校舎であって違う場所にいるから、全員と会うのは難しい。下手に逆らってこの学校の怒りに触れるとどんな目に遭うか。
忠告はありがたいが、俺たちは絶対に。全員揃ってここを脱出してみせる。兄ちゃん、みんないいやつなのに。こんな目に遭わされる理由がない。理不尽な蹂躙には絶対に屈しない。今時珍しいな、その心。どうかなくさずにいてくれ。誰も死なせたくないという気持ち、どんな現実が待っていようとも、その心を最後まで保ち続けられれば、全員を救うことはできなくても、運命を少しでもいい方へ導くことができるかもしれない。私たちのようにならないでくれ。兄ちゃん。ん？どうした？学校の怒りにって何の？なんだろうな。この校舎自体に意志があるとでも言うのか。よし、とにかく先生やみんなを探そう。途中で出口が見つかったら、お前は先に家に戻るんだ。玄関や非常口、屋上なら外に出られるかもしれない。それでいいか？大丈夫だ、もういなくなったぞ。大丈夫だ、大丈夫だぞ。移動してないか？うん、さっきはこっちにあったよ。待ち伏せしてみるか。ゆか、大丈夫、すぐ戻るよ。俺に考えがあるんだ。うん、分かった。早く。あ、ゆか、その板取れるか？うん、それだね。
うまくいったな。一つ出し抜いてやったぞ。よし、行こう。どうした？あのね、ん？なんだ？ちっちゃい瓶だな。これね、ユカのお守り、香りのビーズだよ。いっぱい入ってるな。匂い、嗅いでみて。あ、キャラメルの匂いだ。すごいな。面白いでしょ？また近所の文房具屋で買ったんだな。これね、キャラメル味は事故とか危険から守ってくれるの。だからお兄ちゃんにあげる。味？気に入ってんだろ。いいよ、お前持ってな。うん、でもいいの、持ってて。ん？やだもん。お兄ちゃん怪我とかしたら心配だもん。お兄ちゃん川天保だから。こいつ怖くて足も体も震えているじゃないか。無理しやがって。わかった。じゃ。大事にしてね。それね。キャラメル味にはもう一つ意味があるんだけど、内緒。ん？なんだそりゃ。言ったらお兄ちゃんぺっこりするから言わない。俺がへこむこと？痛いよ、お兄ちゃん。ユカ、見るな。作り物じゃない。やはりこれは。お兄ちゃん。死体。本物の死体。俺も。ユカ、ユカ、行くぞ。来るな。
ゆか、お兄ちゃん、ゆかたち、お家帰れ、うん、帰れなくなったの？死んじゃうの？ねえ、嘘だよね。大丈夫、大丈夫だよ、ゆか。きっとみんなで帰れるぞ。心配するな、俺がついてるからな。よし、偉いぞ。兄ちゃん緊張の糸が切れたか。やれやれ、俺が震えてちゃいけない。恐怖心は噛まずに、今は丸飲みでやり過ごすんだ。あいつもナオミもどこかで震えているかもしれない。早く見つけてやらないと。地震か、ユカ捕まってろ。ゆか、そうか、そこに川屋って書いてあるから行ってこいよ。ゆか、ちなみにどっちだ？おしっこ。何かあったら呼べよ。何があるかわからないから、待ち時間は聞いとかないと。
もう平気か？お兄ちゃん、ダメだった。ん？なんてこ、あれじゃ無理だな。別のトイレを探そう。我慢できるか？男子トイレがなんとか使えたらいいんだがな。意外と埃っぽくないんだな。お兄ちゃん。ん？そうか。お兄ちゃんも。仕方ないな。ちょっと休むか。お前一人にするのも心配だしな。お腹すいた。ああ、すいた。今何時かな。お母さんのご飯の時間じゃないかな。時計止まってるからわからないな。帰りたい。大丈夫だ。絶対に脱出するぞ。ナオミやヨシキたち、仲間と合流できればきっと何かいい方法が見つかるさ。あいつらだってきっと今頃脱出の術を探っているはずだ。合流した時に恥かかないように俺たちも頑張ろう。なんとかなるさ。うん、お兄ゆか信じるよ。ゆか、きっとなんとかなる。窓も開かないこんな状況で、それはしかし現実を突き崩すだけの力を持たない紙のように薄い言葉だ。だがそれでも今は生きるために信じる。盲目的にただ希望だけを信じる。今の俺たちにできることはそれしかないから。ここは頭が割れそうだ。あ、てめえら、いい加減にしろよ。篠崎は、どこだ。ダメ。
しまった。うとうとしてしまったか。何やってんだ俺。本当に寝てどうするんだよ。お兄ちゃん、うちじゃ。ゆか、泣くな。もう少しだけ我慢だ。無事に帰ったら、コンペイトを買ってやるから。緑茶飯の…ああ、この前、食べたがってたろ。我慢する。よし、偉いぞ。こいつは食べ物だな。ナオミのやつが心配だ。篠原か誰か、仲間と一緒だといいが。あいつ気強いけど、心はそれほど頑丈じゃないからな。さあ、行こうゆか。立てるか？大丈夫。疲れたらまた休みに戻ってこよう。お兄ちゃん、この赤い服の半ズボンの男の子は